はい、40代独身男の馬券勝負、今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、11月の12日の日曜日、京都競馬場で行われるエリザベス女王杯の本命と買い目の発表をしたいと思います。はい、まずね、そこにね、ちょっと悲しいお知らせが1点あります。私、このチャンネル以外にもね、40代独身男の一人飯っていうね、たびたびここで、言ってると思うんですけども、まあそういうチャンネルもやってましてね、とうとう今週抜かされてしまいました、登録者数を。一瞬で抜かされましたね。一瞬っていうか、ちょっと前まではね、まだこっちがなんとか勝ってたんですけどもね、一瞬にして10人ぐらい増えてしまったので負けてしまいました。まあでもね、どっちかのチャンネルがね、まあ人気になってくれてね、まあ収益を出せるようになればね、その収益をね、このね、競馬にね、全通しちゃえばね、いいわけで、まあどっちがね、こういう有縁だろうが何だろうが関係ないですけどね、まあこっちはまあ気楽に、馬券の予想をしてね、皆さんの馬券の参考になればいいなとは思って、やっていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今回はエリザベス女王杯なんですけども、まあ、今回はね、まあ、メンバーがなかなか難しいメンバーが揃ったんじゃないかなと思っております。ジェラルディーナがね、まあ、去年の勝ち馬なんですけどもね、ちょっと今年になってからね、一勝もしてなくて、どうなんだろうっていう感じなんですけれども、であとはね、3歳馬のね、クラシック、皆勤賞のハーパーだったり、あと2歳戦でね、2歳 G1 で2着にした新緑化、あと新興勢力でブレイディビーベーグといますが、まあ一長一短なのかなっていうような馬が揃ったのかなと思ってまして、まあ本命で決まらないんじゃないかなと僕はちょっと思っております。ってことで、私は今回、本命に挙げたのはこの馬にさせていただきました。はい、8枠の14番マリア・エレーナにさせていただきました。マリア・エレーナです。今のところ9番人気かなんかですよね、多分。でもまあ当日になったらもうちょっと上がるんじゃないかなとは思っております。なんでこんな人気なのかちょっとわからないんですけども、まずね、今年入って6戦してるんですけども、そのうち5戦5馬混合の重賞で、走っております。それでいて、着順もそんな悪くないですし、まあ、勝ち馬からね、僅差の競馬をしてまして、まあ、ボバ相手にも互角に走ってるんじゃないかなと思ってますので、ここに入れば、格的にはね、そんなに、下ではないのかなとは思っております。で、まあ、今年ね、春に大阪杯でもね、5着になってるんですけども、まあ直線入ってね、内に切れ込んでね、ちょっとごちゃついた中でもね、しっかり伸びてきたりもしてますし、まあ、前走のオールカマーに関してもね、外からしっかり伸びてきてるので、まあ外枠に入ったこの馬であれば、まあ差しでもいいんですけど、もともとこの馬は先行客室なので、前につけてね、抜け出すっていう形もね、がまあ結構理想なのかなとは思っております。前々走の小倉記念もね、4着だったんですけどもね、ハンデが 56.5 キロっていうのもあったので、まあ、この着順になってしまったんですけれども、まあ金量もね、みんな同じ、56牝馬3歳馬54キロになれば問題ないかなと思っております。なおかつ特筆するべきはジェラルディーナに今年2戦2勝だっていうところですよね。まあ、そんな感じで、私は褒めさせていただきました。で、まあこの目とったらね、2200m っていうのはベスト距離なんじゃないかなと思ってますし、馬場も悪くなってもこの馬はね、走ってます。今年も愛知愛で重馬場でも3着にも来てますし、まあ条件戦の時ですけども、まあ、勝ってもいますので、まあ、馬場がもし悪化したとしてもこの馬には、マイナスになることが少ないんじゃないかなと思っております。あとはね、データで言うと、まあ、一応京都開催、まあ、過去10年の中、まあ、過去7回か、まあ3年間阪神開催があったんですけども、に関しては、6枠より、外っていうのはね、連帯していないっていうのが、ね、データにありまして、まあ、ここにちょっと引っかかっちゃうのかなとは思ってるんですけども、まあ、今回のメンバーからいけば多分それはちょっと問題ないのかなと思ってますし、データを覆してくれるんじゃないかなと信じております。まあ、三浦君もね、今年ね、先週ブリーダーズカップ行って、いい経験になったんじゃないかなと思ってますので、まあ、ここでね、ガツッとJRA の G1 初制覇
目指してもらいたいと思います。こんな感じで、私、今回は14番で相手にね、まあ、一応2枠の3番のハパで、4枠の7番のジェラディーナ、そして、7枠の13番のサリエラにさせていただきました。サリエラもちょっと人気ないと思うんですけども、まあ、この馬もね、今年凱旋門賞行くとか行かないとか言っていた状態だったんですけど、まあ、新潟記念でちょっとね、味噌がついてしまったのかなと思うんですけども、まあ、新潟記念の時はね、やっぱ新潟が暑すぎたっていうのと、まあ、調整がね、ちょっと失敗したっていうのもあると思うので、まあ、ここは立て直しの一戦ということなので、それを除けばね、まあ、全然悪くない成績を残しているので、この馬もね、人気薄なら、面白いかなと思ってます。騎手もマーカンの騎手だし、ここでね一発あってもいいのかなと思っております。まあこんな感じで、私は、一応14をお勧めさせていただいて、相手に3と7と13を、まあ、お勧めにさせていただいております。まああくまで馬券の参考程度に考えていただければいいなと思っております。はい、ということで、40代独身のところの馬券勝負、11月12日の日曜日、京都競馬場で行われるエリザベス賞杯の本命と改名の発表させていただきました。僕はね、こんな感じで、競馬のことをメインで動画で上げさせていただきまして、競馬の盛り上げの一助になればいいなとは思っております。で、まあ、あくまでね、まあ、馬券の参考になればいいなと思ってますのでね、まあ、この動画を見て、うん、参考になったなとか、ちょっと回転この馬を足してみようかなって少しでも思ってくださった皆様は、チャンネル登録と高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画は以上させていただきます。次の動画、日曜日にレース回答の動画を撮らせていただきますので、そこで僕どんな馬券を買ったのか、またまた馬券を買ったのかを発表したいと思いますので、ぜひぜひ、次の動画もお楽しみにしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。